チェス鈴木園子です。いやどこ今日ね、グレンリベット12年のライセンスとドラム限定品手に入ったんで、こいつを開封します。うわ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 、こいつね、ちょっと酒屋さんに行ったらたまたま発見して限定品なんですけどね、3月7日に出たらしいんですけど、数量限定発売、どんぐらいあったかね、ちょっと分かんないんですけどね。オープン価格で7678円。78円。7678円はないですかね。あ、高いですよね。高い、うん、その分帳2匹分って感じですよね。分帳2匹分の値段で大体買えるんですけど、うん、後ろがね、原材料名モルト、アルコール分 48%、 48、うん、内容量 700ml、 原産地名スコットランド、輸入者および取引先はペルノリカールジャパンですね。前のね、なんか限定品もね、こんなやつ出てたんですけどね、ちょっと名前忘れましたけどね。忘れたんかい。できますよ、もったいないけど。雑い。じゃあね、もったいないけど返します。はい、もういきます。あー、いいっすね、ボトルもかっこいいっすね、うん、なんか前のやつとね、一緒の感じっすね、うん、前のやつの名前ちょっとマジ忘れた。なんでやねんねん。よし、いただきます。トクトクいい音、いい音、うん、この音いいっすよね、うん、最初の開けたてのちょっと入れすぎた、うん、ありがとうございます。入れすぎた。色がね、結構いい感じの、ちょっと濃い感じしますよね。ね、濃いっすよね。度数ね、48% あるんでね、ちょっと、うん、グラスにつくような感じになってますけど、でね、あの多分公式のテイスティングノートなんですけど、香りがソフトなピーチやストロベリージャムにシナモンとジンジャーブレッドを思わせる香りが響き合う、温かみを感じる香り、ピーチやストロベリージャム、ああ、言われたらそうなるっすよね。うん、まあ青リンゴかな、うん、ピーチっぽい感じもちょっとあるかも。ストロベリーありますか。ああ、ない。ストロベリーないっす、うん、青リンゴはでも感じますね。味わい、蜂蜜、バニラカスタード、ヘーゼルナッツ、なんすか、甘草、リコリスを思わせる味わいが見事に重なり合う、フィニッシュ、スパイス香が続き、長くほんのりと甘いフィニッシュ。お、猫が近づいてきた。ポルターガイスト、ポルターガイスト。まあまあ、ちょっとテイスティングノートを見ながらちょっと飲んでみますか。ストレートからいきましょうか。はい、いただきます。ここからですよね。です。です。甘いっすね、これ。甘い。蜂蜜、バニラカスタード。あ、本当っすね。ヘーゼルナッツ。うん、ヘーゼルナッツがよく分からんすけど。ヘーゼルナッツは分からんすね。ね。蜂蜜、バニラカスタードはね、うん、あるね。ある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 。でこれバニラアイスにかけたらクソうまいっすよね。バニラアイスでかけたらうまいっすかね、これは、うん、繰り返したの。絶対うまいやつっすね、うん、絶対うまいやつっす。あ、うまいな、これ、うん、48度あるけどそこまで辛くないっすね、うん、感じないっすね、アルコールの強さは。熟成されてますね、うん、いや、強いか、強いな。でも美味しいっすね、うん、うん、ちょっと一回ロック、うん、次、ストレートはね、普通にうまいですね。ね、全然美味しい。ちょっとロックいきます、うん、ちょっと氷持ってきたんですけど、いやいやいや、おいおい。ポルターガイス、あ、ポルターガイス。ちょっとロックいきましょうか。はい、これはうまいでしょ、うん、ストレートでこんだけ美味しいってことは、うん、何しても美味しいと思うんですよね。ロックはいけるでしょ、うん、じゃあロックいきます。いきます。です。うん、香りもあるし、あ、ね、香りがまた変わってくるっすね、うん、甘さが立って、ちょっと爽やかになった感じですね、うん、あ、うまい、ん、
こっちの方がうまい気が。いや、俺もっすね。ロックの方がうまいですね。うん、もうちょっとなんか辛みがあったんですけど、キレがあったのがやっぱりロックの方がなんか甘くなって、うん、丸くなるっすよね。余韻があるみたいな。なんか度数高いやつたまになんかロックにした方がうまくなる時ありますね。あ、そうっすね。あ、でこれならスパスパいけるっすね。下ネタセクシー、こっちの方がスイスイいけるかな、うん、ストレートも美味しかったですけど、うん、ちょっと具が超えてきましたね。後味がいいですもんね、うん、あ、そうですね、確かに、ね、なんかストレートめちょっとビリビリ感あるんですよ、うん、やっぱ48度あるでもあって、そうっすね、うん、ロックはうまいですねこれ、うん、美味しい。あそこハイボールも、いや、これ言ってほしいですね、言っていただきたい。ハイボール嫌いじゃないですか。いいや、好きですハイボールでいきたい。じゃあハイボールいきます。ハイボールでいかしてください。ちょっとね、炭酸持ってきました。猫おるしまた猫おるし。ポルタカイス、ポルタカイス。ハイボール作ります。はい、少なめ。いやいや、ちょうどいい塩梅でお願いします。まあ好みによって薄くしたり濃くしたりできるっていうのがね、まあまあ飲み手選ばんでしょうっていう、うん、はい、マドラー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 にもなりますから。手で手で、いやいやいや、無理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 ジャラジャラ言ってるし貯金箱やん。お金入ってます。貯金箱やん、初めて分かった。お金入れとんよあの店で拾ったお金全部入れてますこいつに何か縁があるかな招き猫お客さん呼んでくれたら嬉しいなっていうので、ね、あちらのお客様から一応入れてましたじゃあハイボール、これ絶対うまいと思いますね。いきます。楽しみだ。一気でいこう。うん、お願いします。頑張れ頑張れ、たいしょ、頑張れ頑張れ、たいしょ、頑張れ頑張れ、たいしょ、ふわ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 。セクシーちょっときつかった考えるしかなそれコメントないんすよ、もう酔ったんすからあ、うまいっすね。でもこれ本当っすか。よく見ていただきます。いや、一気じゃない、一気じゃないじゃん美味しい、うまいっすねこれ、ほんまなんか、うん、おいしい、青りんごとか蜂蜜とか、うんうん、嫌な感じしないですね。そうですね、なんか弾けとるっすよね。いくらでも飲めるっちゅうか、いい香りが弾けてます。ロック、さっきのやつね、うん、まだあるんで、うん、あ、でも最近飲んだやつでは一番おいしいです、うん、抜群に美味しい。なんかめちゃくちゃ個性があるわけじゃないんですけど、うん、ハイボールは結構最高っすねこれ。飲みやすい、結構最高、うん、インフンデリュー踏みすぎ、わろたわろたおっさんの言いわろた寝込み寝込み乾杯これはうまいわ、うん、あー美味しい。一晩いけるっすね。うまいっすね、うん、もうこれは女子は好きでしょね。ビール飲めるこっちの方がいいですよねなんかめっちゃ爽やかなんですよこれ、うん、もうちょっと薄くしたら、うん、すごい爽やかになってね。で、なんか深みもあるし、うん、もう濃くしたら度数が高いんでね、うん、濃いめのハイボールもいけるしね、調整できるっすから。おっさんに一押しですおっさん2人がおっさん2人推奨してるんで、うん、大好き、これは間違いないですね。誰がおっさんやねんおっさんやけどさっきまで飲んどったんですよ2人で、うん、でもうまいんで、うん、全然おいしいこれシラフで飲んだらもっとうまいと思うんですよでしょ。だから1杯目これだったら仕事の疲れ全部取れるんですよ。そうですね、うん、おいしい。なぜこの高級ウイスキーを酔っ払ってあげたのかっていう
アホなのかっていうアホです、アホですでもうまいっすからね、うん、まあまあ飲んでからの開封したんで、そうですね、まあ、いつもそうですけど、そう、大体そうなんですけどうまいな、うん、美味しいです、うっす、まあ、うまいなこれ、うん、あのね、できれば夏に飲みたかったっす、あ、それは間違いないです、もうちょっと秋なんで、うん、秋の飲み物ではないかもしれない真夏に飲んでスカッとしたかったっす、ね、そうですね、めっちゃうまいですね、うん、これ夏海沿い美味しいでしょうね、うん、なんか今日めちゃくちゃ寒いんだよね、やっぱ急に冷えたっすからね、そうそう、今日はね、なんかね、ふと思ったのが今じゃねえっていう真夏っていう真夏これめっちゃうまい、まあ、そうですね、一回暖房つけません、暖房つけて夏っぽくしてから飲みましょう、35度ぐらいの外で日陰で飲んだら最高にうまいです ね、汗だくでね、うん、飲んだら美味しいでしょうね、ちょっと なんか南国感あるじゃん、うん、青りんごとかちょっとパイナップルっぽい感じの、うん、ピーチとかなんかフルーツ感めちゃくちゃあるんで、うん、時期間違ったっすね来年の夏もまた飲みますんで、お願いします、また見てください、めちゃくちゃありがたい、腰痛だもったっすわ、おふわふわ、さ、最後の一言どうぞ、セクシーえ、今回こんな感じでした、これ見てね、グレン・リベとライセンスドラム、意地でも飲みたいって思った人はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた。